僕の名前は新長くん。公立中学に通うごく普通の14歳だ。運動は苦手な僕は特に入りたい部活もなく、一応パソコン研究部というところに所属はしているものの、いわゆる幽霊部員というやつだ。そんなある日、久しぶりに部室に顔を出してネットサーフィンをしていると、先輩がいきなり背後から話しかけてきた。おい新長、お前学校でなんてものを見てるんだ。すみません先輩。でも男ならこういったものを見るのは当たり前じゃないですか。開き直ってるな。まあ確かにそうだな。しかしな、俺はこんな噂を聞いたことがあるんだ。え、何ですか？聞いて驚くな。なんと事故を寄せると身長の伸びが止まるらしいんだ。衝撃的だった。僕はごく普通の健全な思春期の男子。家族が寝静まった後に部屋でそういったことをしたことがない。と言えば嘘になる。まあどちらかといえばする方だと思う。いやする、いや多分多い方だ。だって思春期の男子が女性の体に興味があるのは健全なこと。昔とある先輩が、そんなの男だったら当たり前だって言ってたし。誰だよ。けれどまさかその行為によって身長が止まってしまうなんて。僕の身長は160センチ。もうあと10センチは伸びてもらわなきゃ困る。これは史上最大のピンチ。この噂の真相を確かめたい。そう思った僕は夜な夜なそっちの誘惑と戦いながら、噂を解明するべくネットサーフィンで情報収集を始めた。ダメだ、どれも噂レベルで確信に迫った情報がない。気になりすぎて夜も眠れない。どうすればいいんだ。身長ビヨーン。医師医学博士整形外科専門医の眉毛先生です。どうやら身長のことで悩んでいるようだね。そうなんですけど、その内容がちょっと質問しにくいというか。なんだい、ずいぶん恥ずかしそうじゃないか。そうなんです、今回はとても恥ずかしいことなので。あはーん。さては最近巷で噂されている男性の G 行為と身長の因果関係についてだね。先生なぜそれを。僕の元にもこの質問がかなりたくさん届いていてね。まあ年頃の男子が一番気になるところなんだろうね。そこで今回は私が知っている限りのその質問に関する情報と私の見解をお伝えしよう。はい、お願いします先生。本当にしすぎると身長が止まってしまうんですか。まずはなぜそのように言われるかというところなんだけれど、 G 行為をすると男性ホルモンが大量に分泌されて、それによって骨端線が閉じてしまう作用があるため、身長の伸びが止まってしまう可能性が懸念されているということなんだね。他にも身長を伸ばすのに必要な亜鉛やタンパク質、アルギニンなども放出されてしまうからということも言われているようだね。そうなんですか。じゃあやっぱり身長を伸ばすためにはしない方がいいということですか。ここからは私の見解なんだが、長期的に見れば身長に影響はないと思われるんだ。確かに行為をした後一時的に男性ホルモンの上昇が見られるが、本当に一時的なものなので、これが具体的に身長を伸ばすことの妨げになるとは考えにくい。そうなんですか。ちなみにこの問題に対する結論が出ていない理由の一つは、なかなかプライバシーの高い問題だからこそ、実験やデータを取る人数が確保できていないというのがあるんだ。例えば今までそういった行為をしてこなかった人を集めるのもなかなか難しくてね。なので僕の見解としてはあまり関係はないと思うけど、経過を見て判断していくしかないといったところだ。そうなんですね先生、ありがとうございます。じゃあこれからも欲望のまま生きていきます。そうだね。って、あれ話聞いてた。僕と同じように現在身長のことで悩みや疑問を抱えている人は必ずチャンネル登録をしておいてね。このチャンネルではこれからも身長に関することをどんどん配信していくので、お楽しみに。身長ビヨーン、バイバーイ。